皆さん、こんにちは。安藤博史です。本日もご覧くださいましてありがとうございます。4月になりまして、新しい年度が始まりました。昨日は各社で入社式が行われたと思います。新しく社会人になられた方、おめでとうございますと申し上げたいと思います。まあ、これから社会人生活を送られていく長い長いこれからが人生の本番という感じでございますけれども、いろんなことがあると思いますが、前を向いてですね、そしてもう今世間で言われていることがデタラメが多いので、財政の話にしろ、あるいは国際情勢の話にしろ、正しい情報が伝えられないという状況になっていますから、いろんなところで正しい情報を手に入れるように努力をしていただいて、そしてそれを言っている人のことを鵜呑みにするのではなくて、この人の言うことを間違ってるんじゃないかなと、嘘を言ってるんじゃないかなと、必ず疑いの目を向けながら自分の頭で考えて行動していただきたいと思います。やはりこれからの日本はいろんな人が自分の頭で考えて正しいことにたどり着くということが求められています。有力者とか有名な人とか、あるいはマスコミとかが正しいことを言わず、おかしな方向にもう考えてか、それとも考えないでか、日本をおかしな方向に導いていっているような状況になっておりますので、一人一人の自覚が大切だと思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。まあ、そんな中で4月からですね、いろんなことが始まってきます。高齢者の方の年金も4月分から上がります。まあ、これは物価上昇とか、あるいは賃上げ、サラリーマンの方の賃上げなどが行われていることによって年金の支給額自体は上がりますけれども、でもマクロ経済スライドが適用されているので物価上昇分までは上がらない。なので名目的には年金の支給額は上がるけれども、事実上は実質的には引き下げということが行われております。そして高齢者の方の、後期高齢者の方のですね、医療保険料が上がります。まあ、これ、微々たるものだということは言う人もいますけれども、この保険料が上げられるのは、今年は ちょっと細かい数字は忘れましたけれども、200数十万の年金をもらっている方、そして来年からは100何万かの年金をもらっている方の保険料が上がるということです。で、これらの人たちは後期高齢者の中では高額所得者ということに入っているようですけれども、でも100万円台とか200万円台で、高収入というふうに言われて、そこから保険料を値上げしますよというような動きを取るのはいかにもおかしな話ですし、こういうことに対して本当は国民は怒りの声を上げなきゃいけないんですけれども、これらの新聞報道がですね、これらの所得の高い人に医療負担を、後期高齢者の方の医療保険料の負担をしてもらって、それによって現役世代の負担が上がるのを防ぐんだと、まあ、そういう言い方をされるので、所得の高い人が保険料を値上げされるのねと、だったらまあいいんじゃないのということで、ほとんどこれに対する批判の声が起こらないということになっておりますが、年金の収入が200万円とか100万円台とか、その人たちが高収入ですかと、高所得者ですかと、そういうことをちゃんと報道しなきゃいけないし、それに対して批判をしなきゃいけないんですけれども、まあ、これがほとんど正しい報道がされない、高所得者という括りになってしまって、だったらもう仕方ないよねということで、国民も何の疑問も持たずにこういう制度に賛成するという状況になっております。そして、今年はいよいよですね、骨太の方針の2025年度プライマリーバランス黒字化目標が達成できるかどうかということ、これが骨太の方針にどのように書かれるかということの攻防が始まっていますけれども、
まあ、日銀が金融緩和をやめて正常な金融政策の方に持っていくと、そういう動きを始めました。そしてその理由は、物価の上昇と賃金の上昇の好循環が起きていると、好循環が始まっていると、だから金融政策も正常化をしていくんだと、そういう理屈であったわけですけれども、ご存知のように先月までで実質賃金は22ヶ月連続でマイナスになっています。まあ、今年の春闘も去年と同様、かなり大きな数字の賃上げが実現されるという話になっておりますが、まあ、これも大企業だけの話で、中小企業にはもうとてもそんな余裕がないという状況になっています。そして一つ面白いデータがあるんですけれども、これは3月に公表されている令和4年度の去年の賃金構造基本統計調査というものが厚生労働省から発表になっているんですが、このデータがすごく面白いのはですね、大企業の中堅の人たちの賃金が下がっているというデータが出てるんですね。例えば35歳から39歳の人は対前年増減率がマイナス 2.1%、 40から44歳がマイナス 0.6%、45から49歳がマイナス 1.3%、 50から54歳がマイナス 1.2% ということで、この中間層がですね、この中堅どころの賃金が大企業で下がってるというデータが出てるんですね。これは実はかなり衝撃的なデータではないかなと思います。中企業、小規模の事業所は確実に全ての年代において上がってるんですけれども、大企業においては35歳から54歳まで、これらの方々の賃金が下がってるっていうデータなんですね。これにはちょっと驚きました。何が起きてるんだかちょっと分析は必要だとは思うんですけれども、賃上げは大企業を中心に行われているはずなのに、なぜかこのデータではこの中堅どころの賃金が下がっているというデータが出ている。まあ、これがもし本当の生の数字、まあ、おそらく生の数字、本当の数字なんだろうと思いますけれども、これを考えていくとですね、去年も賃上げというもの、春闘の結果は確かに良かったけれども、他の何かしらかの手当が削られている可能性がある。これは非労働組合員の方々の手当が削られているのか、まあ、そのあたりはちょっとわからないんですけれども、このような状況であれば、とても賃上げなんか行われていないと。あるいはこの大企業においてこれらの年代の人たちがリストラをされて、そして残ってる人たちは賃金が上がってるけれども、そうじゃない人たちは賃金が下げられていると。そしてその分若い世代のところにお金が回っているんじゃないかと、まあ、そんな話も考えられるわけですね。特にこれらの今申し上げたような年代というのは、就職氷河期からずっと辛い思いをしてきた年代の皆さんです。なのでこの人たちはずっと就職の時にも苦労をしてるし、その後も一生懸命真面目に働いていても賃金がなかなか上がらないと、まあ、そのように虐げられてきている、ね、世代なわけですよね。なので結婚もできない、そのため子供も生まれないという、そういう少子化の大変被害を受けている。本当であれば結婚して子供を持ちたかった、家庭を持ちたかった、そういう願いが叶えられなかった方々ですけれども、これらの方々の賃金が下げられて、そして今の若い世代、それこそこれから就職するような人たちはまさに人手不足で人材の奪い合いみたいな状況になっていますから、初任給が上がるという動きがいろんなところで加速しています。そうすると これまで本当に冷遇されていた人たちがさらに賃金が引き下げられて、それが若い世代の賃上げに回されていくと、まあ、そういうことが起きている。まあ、そんなことも考えられるわけですね。そして今さらに起きているのは、
高齢者の医療費の自己負担を上げろ、先ほど申し上げたような医療保険料の負担を上げろ、そういったことがものすごく叫ばれるようになってきました。そしてこれに現役世代が非常に賛成してですね、高齢者の年金とかあるいは医療とか、まあ、それは現役世代が仕送りをしているんだから、高齢者の負担を増やして現役世代の負担を減らすべきだ、そういうことに賛成する現役世代もかなりいて、そしてそれを煽るいわゆる成功者みたいな声の大きい人がいろんなところで、若い人たち現役世代は高齢者に搾取されているんだ、そういうことを煽るわけですね。で、仮にこれが成功して高齢者の自己負担が増やされるということになれば、まあ、当然高齢者は生活が苦しくなります。この4月からは食料品も2800品目において、値上げが予想されております。年金の実質通的な支給額が減らされ、そして医療保険料は上げられ、そして食料品は値上げになるということですから、高齢者の暮らしはものすごくしんどくなっていくわけですよね。そしてこれがさらに加速をされていく、と、今の現役世代の人たちが高齢者になった時には、もっと自己負担が増えているという状況になります。まあ、つまり先ほど申し上げたような、賃上げが起きているはずの世代で賃下げが起きていると、そのようにその世代が虐げられているわけですけれども、この方々は高齢者になっても自己負担が増え、そしてまた年金は減らされて、高齢者になっても大変苦しい思いをしなきゃいけない、そういう状況になってるわけですね。まあ、こういう状況を打開するためにも、やはり政府の赤字はみんなの黒字、年金の支給額はもっと増やして、現役世代の社会保険料負担は4分の1程度まで激減させると、そういうことをやっていく必要があると思いますが、まあ、残念ながらその方向に今政策が向いていないという状況になってますね。そして、昨日からまた宅急便などの運送の値段も上がるということになりました。まあ、これかなりの値上げになっていきますけれども、ご存知の通り2024年問題ですね、働き方改革によって、これ以上働くなと、残業してはいけない、それ以上働いてはいけないということになりましたから、その運送業のドライバーさんなんかは働く時間が減ります。当然そうすると運ぶ荷物の数も減りますので収入が減ります。まあ、つまり賃下げになるということになりますよね。賃下げになり、そして、運送業全体としてはコストアップになります。つまり今まで、ここまで働けたものがこんなに働いちゃダメってことになりますから、荷物を運べない、そうするとまた別の人を入れて、その分を運ばなきゃいけないという形になりますので、コストアップになるわけですよね。そしてその分は消費者のところにそのしわ寄せがいきます。本来であれば今いろんなものの物価高対策、要するに物価を引き下げる政策を取らなきゃいけないのに、この働き方改革を厳密に適用することによって物価を引き上げると、そういう結果が出てしまいます。そして人手不足の状況を招いてしまいますから、この人手不足を穴埋めするために外国から低賃金で働く移民の方を入れると、そのようなその場しのぎの動きをしているわけですね。今日本で起きているこの外国人優遇策、この外国人導入策というのをさらに加速しようとしているのがこの働き方改革、まあ、これもその一環になっているということです。そしてこれから骨太の方針が始まっていきますけれども、先ほど申し上げたように、なんとかこれを実現していくためには景気がいいという状況を国民のコンセンサスを得ておかなきゃいけないわけですね。で、その一環として日銀の金融緩和の修正、正常な金利のある状態へ戻すと、そういう行動があり、そしてまた賃上げが行われて、大企業では賃上げが行われて、もう30年ぶりのものすごい高い水準の賃上げが行われているんだと、まあ、そういう景気がいいんだという空気感を作るということがもうものすごく行われております。そして
自民党の緊縮財政派の議員だけではなくて、野党の緊縮財政派の議員も、これ以上財政出動してどうするんだと、こんなに財政出動したら、またインフレが進むし、そしてまた円安になってしまうから、生活に困ってる人はさらに苦しいじゃないかという財務省の見方をするような発言を繰り返して、与党も野党も財務省の見方の人たちが積極財政に反対すると、まあ、そういう動きになって、本当にこう確実にですね、緊縮財政が進められ、そして2025年度プライマリーバランス黒字化目標は達成できるような、そしてさらに厳しい財政規律が導入されるような、そういう動きになっております。この4月から新しい年度が始まりましたけれども、なかなか先行き難しい大変な状況になってきたなと思いますけれども、それらのですね、いろんな景気がいいんだというまやかし、このプロパガンダに騙されないように、本当に今国民の生活は苦しくなってるんだと、そういう声を大きく上げて、そして政府にはこの苦しい国民生活を救うだけの大きな力があるんだと、そういう希望を語ると、そういうことにぜひ皆さんにもご尽力をお力を貸していただきたいと思います。私もできることを精一杯やっていきたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。本日もご覧くださいましてありがとうございました。